ちゃんの向こうにジャン君あれれジャン君がここにいたんですけど、ジャン君は呼ぶと来ちゃいます。ジャン君呼んでないんだよ、まだいていいんだろ、ね、ジャン君がピー言うた、ジャン君がピー言うた、ジャン君、はいはい、はいはい、いかね、ジャン君はいい子ね。ジャン君、ジャン君朝から何回甘いに来てんの？ニャン君もニャン君もじゃあ甘いに来ます。一度ですみません。ジャン君、くしゅくしゅくしゅ。いい子だね、ジャン君。よしよし。かわいいかわいいジャンちゃん。ポンちゃんも来ればいいのに。ポン。ポンは夜中に隣の部屋に行った形跡あり。うん。ね、ジャンくん。いろいろなことをちゃんとしないとね。ジャンくんも行った？年越すね。ジャンくんも行った？First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, Noel, Noel,
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness. はい、生放送中ですけれども、ジャン君が面白いことになっているので撮りました。ジャン君メリークリスマス。こんな風に撮っています。おーど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 ー。クリスマスのプレゼント、クリスマスだったり何だったりもういろいろですが、ありがとう、ありがとう。こんな立派なでっかい箱が届きました。という、これは段ボール、これわざわざね、こう包装紙を貼って雰囲気を作ってくれてます。すごいよね。どうもありがとうございます。開けます。はい、メリークリスマス。中にはこれは、これも貼ってくれたんだね、かわいい。さんって書いてあるので、うん、大きな箱を開けました。かわいいにゃんこ、かわいいにゃんこがいっ、包装紙かわいいし、うひゅー、すっご、え、あら、まあ、かわいい、かわいい色、かわいい色。でも、え、わざわざ結構なものですよ。わざわざ小さい、お、SS って書いてある。S じゃなくて SS ってあるんだね。うん。私は足が小さくて、なかなか靴が買えません。手紙好きだね。お手紙。これはあれか。じゃあ、お手紙を当てる。はい。ん？違う。これははがきかな？あれだね。かわいいはがきってことかも。うん、なんだっけ、レターセット、ね。かわいいや。ペンギンさん、はい、どうもありがとう。これ多分またすぐ履いて歩くことになるでしょう、ね、こういう感じの好きなんだよね。うん、こんな雪も雨も滑らなそうな、うん、あ、それはいいね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなすごいのもらっちゃっていいか、いいのかなって気がします。もう今までもらってるからね。そうだね、はい、OK です。すいません、ありがとうございます。ジャン君、ジャン君ポンちゃんへ。はい、ポンちゃん、よかったね、ちゃんくん、ポンちゃん。よいしょ。ちょっと手洗って、洗い物してきたから手が赤いです。ごめんなさい。おお、やったね、はい、大好きなやつ。ウスニャン鳥。そう、これ好きなんだね、ジャンくんの。ジャンくんの何、あの、好物です。ふれあい歯磨きデンタルクリスピー。あ、マグロっていうのもあるんだね。マグロ。
マグロはまだ買ったことなかったね、ちゃんくんね。見てるね。はい。ねえ、ちゃんくんいいね。はい。はい、あとこれも。マグロささみ。生食感。はい。こういうの好きだね。どうもありがとうございます。はい、ポンちゃん登場。来た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 。ポンちゃん、ポンちゃん。ね、ポンちゃん。はいはいはい。ポンちゃん、マグロしてない。はい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 。はい、しましょうか。はい、はい、はい、いい子だね、じゃん、ぽんちゃん。あら、取れちゃった。よいしょ、よいしょ。プシッ。はい、ぽんちゃんはいい子ね。あ、乗るんだね。ぽんちゃんはもらったら乗るんだもんね。そうだね、まず乗っかって、っ私のもんっていうのね。ね。乗っかってチェックだよね。チェック、チェック。はい、じゃあこのまま行きますか。はい、にゃんせち、猫用、お、にゃんこのおせちってことじゃない、はい、すごい、開けてみてください。え、すごいね。え、開けちゃう、開けちゃう、お正月よ。ちょっと今ここにテープが、シュク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 、いいね、ポンちゃん、おせちが入ってるらしいよ。正月に食べようね。お、どいてくれるの？ありがとう、ぽんちゃん。お、開けました。おめでとうございます。今年もニャンダフルな一年になりますように。きゃー、今日開けちゃったよ。あ、豪華なものが。そういうことなんだ。贅沢なものが入っています。これ高級そうだね。うん、カニか、エビか、カニかな、これはカニっぽいな。ま、タイとかそういう小さい稚魚の時、そうだね、タイ、目指し、目指しじゃない、煮干し、煮干し、あとちょっとエビ、おエビね。なるほど、これをセットにしてお重にすればいいんだね。おかかも入ってるし、なんかちょっとちっちゃいお皿に入れて可愛く盛ったらいいのかな。それを見下ろすジャン君。まだ食べられないよ。はい、お正月に食べましょう。お正月に食べようね。はい、それで、あ、ここに書いてあったお品書き、田作り、網エビ、カニカマ、カツオ節、ヒメカサゴ。あ、これ、キメカサゴっていうんだ、これ。カサゴだって。贅沢じゃん。お頭付きっていうことね。ね、いいね。そして、これは、おせんべいだね。おせんべいですね。これは人間用ですね。ただね、おお、なんか、いろんな色の富士山が。はい、これは多分明日のお昼に。明日、実はこれは、クリスマスの日なんですが、お昼に多分おせんべい食べます。食べます。はい。そして最後に、あ、もう2つある。あ、まだ2つあるの。これポンちゃんたちだね。これがクロケンさんへ。はい、クロケンさんへでございます。どうもありがとうございます。はい、これちょっと大事に取っとこう。かわいい入れ物に入れて取っとこう。ちょっとね、はい、中のジャン君たちの、やっぱ良かったね、クリスマスにこんないいものもらっちゃったね。袋が可愛い。あ、ハチルク。あれがお揃いだ。ハチルク。なんでしょう。なんだ？あ、お絵かきセットだね。お絵かきセット。すごいいいよ。ちょっと開けてみましょう。うん、手が赤いのが気になります。なんかすごいいい感じだよ。あ、ほうほう、これは立つ形の筆箱。あ、そうだね、こうやってこうやるやつだ。あ、すごい、なるほど、折りたためばポーチ。これ言ってた、っよく覚えててくれるね。カラーの筆ペンです。
大人の塗り絵や絵手紙、コミックイラストを筆のタッチで手軽に楽しめる、うん、アカシア水彩毛筆に待望の携帯スケッチセットが誕生しました。はい、このような感じになります。すごいね、これセットだって。ほら、うん、あー、なるほど、スケッチセットなんだって。水彩もできるってこと？これを水彩みたいに使えるってことか、うん、ここへ出して、うん、お水溶かしてみたいなことができる、ね、お水でね、ぼかしもできるんだね、きっと、ね、そうだね、透明が、あ、透明あるね、これがぼかし用の、これお水入れになるんじゃない？おー、なるほど、違うかな、そういうことだ、ね、あ、そうだ、折りたためばポーチに入る大量の水入れ、素晴らしい、すごい、これでよくおじいさんがさ、うん、水彩の道具持って、うん、椅子に座って街を描いたりするね、うん、20年後でも使えるってことね。おしゃれな、はい、おしゃれなやつです。あ、はい、ありがとうございます。描きます。あ、これ使用方法、ちゃんと使用方法書いてある、このような形です。やっぱり一度描いたところに上から何か、なんかね、この、あ、ほら、このパレットで色、これもついてるから、筆もついてるから、これにお水つけて、うん、で、いろんな使い方ができるってことだね。これが、なんかね、輪郭用筆ペン、水彩毛筆だから、この中に入っているそのインクのような感じになってるのは水彩なんだ。水性顔料インクを使用しており、うん、って書いて、あ、それはこれってことかな。これがね、うん、なんか輪郭とかが描けるやつなんだって。あ、要は細い、黒い、面相の線が描けるんだね、極面相筆、うん、なるほど、ちょっと面白いかな。だからといって年賀状を手書きにするということは無謀なのでやめておきます、自分の好きな絵を描くようにします。うん、乾くと水に流れず色褪せしにくいためイラストの輪郭線に最適。すごいね、こんなん、ありがとうございました。すごいすごい。あ、もう一個あるよ、はい、これはお母様へだよ。私たちが開けていいのかな、はい、お母様へですので、これは一応シークレットということにしておきます。後ほど明日ですね、うん、もう夜遅いので明日、うん、これをこのまま渡します。はい、はい、どうもありがとうございました。ちゃんくんもありがとうにゃーと言っております。そしてポンちゃんも手がおいしいって言ってます。ちょっとあの、マチコマキみたいになってる、はい、はい、メリークリスマス、ここで横倒し。